はい、どうも、皆さん、こんにちは、もみけんです。今回ですね、まあ、2、3日前に届いたんですけど、スーパーライトの本が届きました。一応ね、これってあれですよね、スクエアエニックスですよね。で、その前が、こっちが集英社。こっちが集英社から出てて、こっちがスクエアエニックスから出てて。で、これがね、半年ぐらい前かな、に登場。まあ、もうちょっと前か、8ヶ月、9ヶ月ぐらい前にね、登場した、集英社からの本。ですね。それとはまた別で、今回ね、直々に、スクエアエニックス直々にね、発売してきた本ですね。まあ、ペラペラっとめくって、ね、大丈夫っていうことだったんで、まあ、こんな感じです。こんな感じ。でね、まあ、最初はね、まあ、パラパラだったら、まあ、パラパラだったら OK ということをね、電話で言われたんで、まあ、最初はね、目次みたいなあって、で、まあ、卵の説明と落ちる場所。あとはね、まあ、カーニバルの詳細がね、バーっと載ってます。で、ゲンマチャレンジであったり。で、この辺がね、モンスターの個別のやつですね。モンスターの細かいとこまで、調べと。まあ、いちいちね、こう見るっていうよりも、調べ物があるときに調べる感じかな。あとは S ランク以上とかね、その辺に関しては、このモンスター欲しいなーっていう風に考えたり。あとはまあまあ、ここは S ランクか。もうちょっと上に行くとね、SS モンスターとかね、ここか。こっからが SS モンスター、バルハラから始まって、アイウェオ順かなに、登場してます。で、一応最新の、モンスターはね、どこまで出たっけ？あいつが大会のなんちゃらまで出てたんで、どこだっけ？これだ。これ、海洋神か。海洋神まで出てたんで、ここまでの情報が載ってるような感じですね。で、最後の方ね、特技詳細。特技詳細じゃない、特技の詳細じゃなくてね、すげえ参考になった部分は、もうちょっと後ろかな。まあ私がね、まあまあ、本紹介するために購入したのもあるんですけど、まあ、あと特典ね。あとは、闘技場バトルで勝ちやすくなるためのね、セレクションっていうかね、セクションか。まあ、いろいろね、紹介されたり、素早さで重視でいくか。まあ、このね、おすすめパーティーとかが書いてあります。やはり上級者でこれを買う人は、まあ、後ろのね、こちらの特典目当てかもしれませんね。お、なんだこれは。これまだ見てなかったな。SS ランクのデータ早見表。まあ、この後ね、ちょっとチェックしてみたいなと思います。はい、じゃあ、パラパラとめくった感じはね、こんな感じでした。一応ね、本紹介していいか確認したら、まあ、パラパラ程度だったらいいと言われたんで、まあ、こんな感じでね、終わりたいと思います。さすがにね、ゆっくり見るわけにはいかないんですけど、今回ね、この特典は、スライムトレイ、斬撃がね、1段階下げることができるってことで、物理パーティー、相手がね、まあ、メタルキングとか、メタルキングじゃない、なんだっけ。キラーマシンとかね、その辺の物質、物理でね、ガンガン来るときに、まあ、スライムトレイ、この辺がいいかもしれませんね。今後ね、みんなの冒険とかでね、使うかもしれません。あとは、ボスコインセット、キラーマシン2とかね、その辺がありますね。ボスコインのセット。まあ、みんなで冒険するのにね、役立つかなと。まあ、半年以上前に出た、この時にはね、みんなで冒険っていうのは、まあ、出てなかったかな、まだ。うん。半年ぐらい前ですよね。ってことで、これにはね、載ってない部分が、もう、王道のガイドブックって感じです。教科書みたいなもんですね。なんか細かいとこまで書いててよく調べたなーっていう感じなんですけど、まあ、それが感じました。あと、二次語論がついています。ちょうどね、僕今二次語論が一個足りなかったんで、一個どころじゃないか。何個も足りなかったんで、助かりますね。二次語論一個と。まあ、スライムトレイが結構、それ目的でね、買う人が多いのかなっていう感じですね。はい、では、パラパラとめくった感想でした。目次ぐらいだったらいいかな。目次はね、1、ゲームをスムーズに、進めるための Q&A。まあ、こんな感じですね。で、まあ、目次なんでいいかな。全プレイヤー必見、お役立ちデータファイル。まあ、これは、復習、当たったモンスターとかの確認でね、使えるのかなっていう感じしますね。賢さであったり、素早さであったり。それがね、ランキング形式で書かれています。あとは3番目。私ね、結構これ、今後ね、ためにして、この後ね、じっくりもう一回読んでみようかなと思うんですけど、闘技場ね。あ、こっちか。ここ。闘技場ね。闘技場の、コツ。
あと4番目が、ライバルに勝ち、たい人に送るシステム解析。まあ、この辺もね、ぜひ買ってから、チェックしてみてください。はい、じゃあ、得点もね、なかなかいいアイテムっていうかね、まあ、普通には出回ってないような斬撃のね、アイテムなんで、これをね、求める人も多いと思うんですけど、まあ、こんな感じでした。まあ、発売してね、まあ、3日4日ぐらいなんですけど、まあ、こんな簡単なね、レビューさせていただきました。またね、後日、必要であるようであれば、追加で動画上げたいと思います。はい、参考になった人、スーパーライトのユーザーさんでね、まだ買ってないっていう人で、参考になった人はいいねをしていただけるとね、まあ、その数見れるんで、参考にしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。